はい、どうも皆さん、こんにちは。今日は12月29日の15時52分に収録しています。えー、今日はですね、SP500 の値動きの予想をしてみたいと思います。よろしくお願いします。SP500 はですね、えー、今日、明日で2番足をつけで、その後ですね、年始にかけて、もう一山、ワンバウンドして小さい山を上げて、 でその後、1月の中旬にかけて下落していくというふうに予想しています。SP500 はですね、ナスダックと違って、この200周移動平均線、えー、こちらですね、この青い線、で、ちょっとあの私、LINE で延長しているんですけど、はい、こちらをブレイクしなくちゃいけないんですね。でまあ、今あの弱気相場で まあアップル含めてナスダック含めてまあ下落基調じゃないですかですのでその下落の勢いで果たしてねまあすでにね10月にこの200周移動平均線を試してるんですよ何度かトライして結局まあその後上昇ラリーが始まってはいでまあ1回目2回目3回目ぐらいのね高いところからのブレイクなのでまあ一見まあそのまま貫通 まあ、ブレイクしてい、えー、きそうな気もするんですけどですけど私が、うん、このままブレイクしないと思う理由なんですがこちらの、まあ、直近の三尊ですねこの直近の三尊の規模スケールではここをブレイクするにはちょっと、うん、スケールが小さいかなっていうふうに思っていまして、まあ、いつもの弾き方でですね、えー、極力この三尊がンが、 下に行くような形ではい引いてみるとまあせいぜいここで作るスケールの3ゾーンというのはこの付近ですねはいこの付近までしか落とせないと。なので200周移動平均線のやはりサポートが効いてもう一山小さい反発が年始にあってで年始の CPI なのかちょっと あの経済イベントは分かりませんけどそういったものを皮切りに落ちていきでそしてですねこちらの三存ですねやはりを利用して思い切り落としていくというふうに予想しています私はですねえっとちょっと前にあの前科としてですねあのこのまあ値動きの予想をナスダックでずっとやってて でねちょっとやらかしちゃったことがあってそれは何かというとここですねここの相場で、まあ、これナスダックでも同じ形してるんですけどここで左肩があってで中央があってここで右肩を作ってから落としていくだろうっていう風にね YouTube で申し上げたんですよ。でそしたらですね、まあ後からね、まあ、結局見ると三存は三存なんだけどここの三存ではなく、うん、なんでね私ここで左肩あの右肩作っていくかって。 思ったかというとここのの直近の高値を抜いてるんですよねここが、はい、ですのでこれはこれで一つ、まあ、独立した形だっていうふうに思ったんですけどでもこれは結果的にまあフェイクの上,上抜けみたいなもんで、まあ、このような形でトリプルトップみたいな形でえ最後右肩も何もなく、まあ、つまりこれ全体を散存とするならば、まあ、これがね、まあ、高値を更新した右肩というイレギュラー 騙しみたいなね、私からしたら騙しみたいな形で落としてったとああこういう形もあるんだなということでまあ私はですねまあここの高値に騙されてそのままね高値を取れなかったっていう経緯があります、はい、でそういうミスがあるんでじゃあ今回も私のねこの右肩、まあ、右肩詐欺みたいなね右肩あるだろうっつってなかったみたいな うん、でこれがね、まあ、今回もまたミスるのかって言ったら、私はね、そうは思わなくて、前回、まあ、ミスったからこそ、逆に今回は正解だろうっていうふうに思ってて、で別の例えで言うと、私、えー、前回の CPI、7.1%で,で、相場は上昇するという予想を、まあ、たまたま当たったんですよね。 で、たまたま前回当たったから次回の CPI は私は外すと思ってるんですね。うんまあそういうのもあるんでねだから前回右肩がなくてそのまま落ちたから今回も右肩なしで落ちていくだろうって考えるのはこのスケールの、はい、この規模の、まあ、下落のパワーを得るためにはこの規模ではちょっと役不足かなってはい。 届かないかなないって思うんですよ、うん、ですのでやはりですね年初にもう一山本当にねちっちゃい山ですね3828とか、はい、ぐらいまで、えー、上昇してその後指標か何か、まあ、何かのね、まあ、ニュースか、はい、そういったものを受けて落ちていくと、はいえー、いうことを考えています。 まあそれはね、前回同様、今回も私の判断ミスかもしれないんで、まああの、この話を聞いて皆さんね、どう思うかということですね。でね、えっと、チェック方法がありましてね、まあ年初まあ年末で一旦の底になって、年初からちょっとした反発があるのかないのかっていうのは、これは SP500 に限らず、ナスダックとかでも言えることだと思うんですよ。で、それをね、判断するための方法として、 ナスダックでいうと年初来安値の1万4百数十ここをブレイクしてで冷やしレベルで実体で抜けるかどうかブレイクするかどうかヒゲレベルではダメですねヒゲレベルではですねえっとね今年入って1万3700付近のヒゲが年初にまあつけましてねナスダックで。 ちょっとね、チャート、あまあ、いいや、まあ、とにかくですね、その実体レベルで終値ベースで、えー、それを抜けることが大事なんですね。ですので、SP500 で言うならば、ヒゲレベルで、ね、ザラ場でこう、この、えー、200周移動平均線をブレイクしてで、すぐ戻されるようじゃダメなんですね。もしくは、まあえー、ザラ場はずっと抜けてるんだけど、下の方に行くんだけど、ねえー、だから、 ロソク足的には赤いこうイメージね真っ赤っかになってるとああもうこれは完全に抜けただろうってザラバ中に思うんですけどだけどヒけにかけてどん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 変われていって最終的に6時になったらこの200周移動平均線の上にいてヒゲだけでこうブスって刺さってるようなはいこの状況だとですねその後やっぱり上昇する可能性が高いですね実体レベルでしっかり終わり値を確認,確認して ね、そこがねすごく、まあ、すごくっつってもそんなに大きな反発するわけじゃないから、ね、大きな損失を被るわけじゃない、まあ、基本的にはまあ下落トレンドの最中なんでね、はい、だとは思うんですけどただただですね、えっと、これからショート張りたいとかベアインバースを注文かけたいとかねそういった方は。 ここの200周移動平均線を割り込むかっていうのをザラ場で見て ETF を買ったりとかする判断する方がいらっしゃると思うんですけどでナスダックでいうと年初来安値の1万430だか40だかはいそこをまあソク足で見るとですねまあ冷やしとか1時間足とかで見るとあたかももう真っ赤っかにね抜けちゃってるよっていうふうに見えるんですよだけどねやっぱりねそれは終値ベースでまあ反転あ ここから反転上昇するよって、うん、引けにかけてひょっとしたらねまあここ200周なりもしくは1万ナスダックでいうと1万年初来安値ですねえこれを上回るかもしれないっていう、はい、そういう兆しがあったらですねそれはやはり最終的にヒゲで残って実態では抜けなかったねってことになるんでなのでよくね勘違いしてしまうんで私もね年少に結構勘違いしたんですよね。 勘違いして結局その後大きく上昇、上に踏み上げられたっていう経緯が何度かあったんで、なのでやっぱりね、終わり値ベースで必ずしも200周タッチした、抜けたからそれで入るとか、ナスダックの年初来抜けたから、ザラバで抜けたからエイヤーで ETF 買うとかっていうのはあの危険かなっていうふうに思います。はい。 ね、結構ねそこで私は年少痛い目を見てたわけですよですのでねあのすごくそこは警戒が必要かなって思いますでそこが怖い方はですねやっぱりね終わりを確認してから入るのがいいですねでそれ言ってたらねどん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 下げてったらどうするのって話になるんですけどまあそこはねやっぱり見極めが必要なのかなって下げのスピードがどんどん加速していってでこのあたりでついていったらね まあ、ひけの1時間にかけて急上昇して結局ヒゲだったみたいな。で、ここでポジション持ってるから、その後ね、年初のまあ上昇で踏み上げられて、含み損がめちゃくちゃ大きくなってしまったとかね。はい。とか、まあ逆にね、まあ追いかけでまあ入っていったら、まあそのまま利益になって、ああよかったってほっとするケースもありますし、何とも言えないんですけどね。何とも言えない。本当にね、難しいところだと思います。ただ、まあ一つ言えるのは、タッチしたりとか、ザラ場で下抜いたからといって、安易に まあそこでベアインバースを買うというのは後からね、まあ、その投資のベテランさんとかに「いやいやそれはね終わり値ベースで抜けたかどうかっていうことが大事なんですよ」って「うん、ヒゲで結局買われたらねそれって意味がないんですよ」って「ちゃんと終わり値の実態を確認してからエントリーしましたか?」って「いえいえ」って、うん、もう場中でねザラ場でまあ下抜けたなっていうふうに思ったからそこで買ったんですと「ベア買ったんです」って。 でもう今更手放すこともできないし年初でねまあ半月間ぐらいにかけてこうやって上昇で踏み上げられてで含み損がいっぱい拡大してしまいましたみたいなこれねすごくよくあるんですよだからねあのくれぐれもね、まあ、慎重派の方は、うん、あのそのテクニカルっていうのはあの万能じゃないんでやっぱりね、まあ、実体でって。うん はい、必ずしもね200周移動平均線を現在価格が下回っているから真っ赤な因線で今、えー、まだなおね下げ、えー、基調でどんどんこう掘っていってると、はい、いう状況だからといってそのまあ ETF なんかはねおそらく深夜とかでも買えると思うんでまああのインバースとかだったらねまあその薬状にちょっとあのタイミングのズレがあるでしょうけどはい。 ETF の方はタイミングであの投資エントリーされる方とか多いと思うんであのくれぐれもご注意くださいはいまあかといってね私はまあこれ絶対ね年商上がるからね、えー、上だよみんなあの上であの意識しといてよとかって言いたいわけじゃなくて私はそういうふうに思ってるっていうだけですねでその思ってる根拠としてはやはりここの直近でまあ1ヶ月ぐらいかけてそうですね22日から 1>, 15日まあ、1ヶ月弱かけてえー作った三存この三存のスケールというのは200周移動平均線にタッチまではする、ね、ギリタッチはするけどだけどここをそうです、ねまあ、あの力強くブレイクする、うん、力強くブレイクするまでの威力はないのかなって、はい、だからこの規模の三存が必要であると。うん この規模の三尊を1月中旬までに作れば余裕でもはい貫通しますね。余裕で貫通どころか、この規模の三尊はですね、ここまできますね。2月の中旬に SP500、3230ポイントぐらい、いこの辺りまで落としていくパワーがあります。あ,あくまでね、私個人の まあ、相場感なんで、何とも言えないんですけど、まあ、どうもですね、これ今ちょっと非表示にしますが、はい、このチャートの形見て、このまままっすぐ落ちていくと。まっすぐ。で、特にその、なんていうのかな、こう、ベアで儲けたい方によくある特徴なんですけど、もう、あの、今、弱気貴重だし、もう、下だ、下だ、下だ、みたいな感じ。うん、落ちろ、落ちろ、みたいな感じ。 そういう方ってね、ちょこちょこ見るんですけど、よし、いいぞ、落ちろ、みたいな、あの、時に限ってね、踏み上げられちゃうんですよね。うん。なので、よし、しただって、こう、確信した瞬間。例えばね、直近で言うと、えー、っとね、10月13日の CPI の発表を受けて、ズドンって落ちたじゃないですか。ナスダックで言うと、年初来安値の1万400数十、はい、まで落ちたんですよ。この日もね、ザラバが始まるまでに、 うん。まあもうこれは明らかに下だろうって。明らかに下っていうふうに1万、まあこれからブレイクしに行くよみたいなね。そんな気分だったんですよね。うん。で、もう下だっていう感じで、まあベアとかショートを張ってる方は言ってたんですけど、まさかのね、全戻しどころかこっから上昇が始まったっていう、はい、経緯があります。ですので、下をか確信。もうわかりやすくもう絶対下じゃんって。アップルもね、まあこういうライン割ったし、 うん。年初来安値割ったし、絶対したじゃんって、みんなが確信した時というのは、意外な落とし穴があるっていうこと。はい。まあ、そのまま行っちゃう時もあるし、意外な落とし穴もあるっていうことで、まあ、こういうことを言うね。まあ、年初ちょっとちっちゃい山、はい。上げるんじゃないのみたいな。そういう、だからといって別にブルを買いとかそういうわけじゃなくて、そういう警戒もちょっと頭に入れて、はい。で、気になるようだったら、まあ、自分で検証するとかね。 テクニカル分析するととかかか誰かに聞くとかねはいあの動画私のこの動画見せてもいいですよ私がこういうこと言ってるよって。でそこで見解を聞くとかはいそういうことをチェックされてみてください。今日じゃなくてね明日うん今日一発では多分ねここ届かないと思うんではい今日はですねおそらく SP500 は3724とか5とかぐらいまで下げてでちょっと戻してからのそうですね。 200周移動平均線をブレイクして3,650あたりから変われていくと。でえ大引け大引けが結局3,700数十とかでうんはい引けてでそこからまあこれすごくナスダックと比べてあの超シンプルにはいまあ実際にはもっとジグザグしてますけどねはいやっぱりねこの右肩っていうのがあってしかるべきかなっていうふうに私は思います。 はいここでね失敗しちゃったから私ねミスしたんですよねここに右肩がないじゃんっつってだけど実はこの大きな三尊でここの上抜けはフェイクだったよとはいじゃあ今回もミスするのかって言ったらいやー今回は3度目というか2度目の正直か分かんないけど今回はやっぱりねここ上げると思うんですよねここで今暴落したら2月とかにもねいろんなほら何だったっけ ありりますよねねその決算が立て続いたりとかね落とすべきタイミングってあると思うしどんどん行くかなっていやそれはねやっぱり下落を願う人は下だ下だってもうね SP500 も終わりだとかって言うんですけどいや私はね2022年今年ずっとね1年間まあこのナスダックなりこういうのを見ててで実際に実弾投入してて痛い思いを何度かしてきたんで。 はい、年初来安値的なものをひげ先を割った時に、はい、確かにね割るんだけどザラバではどんどん真っ赤な陰線つけていくんだけどだけどそれってトラップであったりするんで、はい、くれぐれもお気をつけくださいまあそういうねあの疑いの気持ちをちょっとでも頭に入れていただけたらと思います、はい、えそんなわけで本日は以上ですありがとうございました